アーツの部屋から書斎へと廊下を歩いていたところ、行く先の角に小さな人影が覗いているのに気づいた。子供？人影は少女であった。5、6歳であろうか、もこもこした卵色のセーターを着ているが、サイズが大きいのか、手が指先しか出ていない。おずおずとした様子で、壁から半身だけ覗かせて警部らの方をじっと見つめていたが、警部と目が合ったと知ると、意外とあっさり角から駆け出してくる。やあ、お嬢ちゃん。先ほど話を聞いて回った使用人の中に、小さな子供がいる夫婦がいたことは警部の記憶にあった。もしかすると、ちなみちゃんかな？うん。警部らの目の前まで走り寄ってきた少女は物おじもせず頷いてみせた。しかし単に客の好きな人懐っこい子供というわけではなさそうである。そういった子供が見せる独特の好奇心に満ちた笑みといったものがちなみの表情には見当たらない。その幼い顔に張り付いていたのは、彼女の年にはふさわしからぬほど真剣な表情であった。おじちゃんたち警察の人？ああそうだよ。警察という堅苦しい肩書きが怖いのかもしれぬと、陣の警部はできる限り柔らかい態度で答えた。しかし、ちなみの面持ちはさらに厳しくなる。あのね、ちな、言わなくちゃいけないことがあるの。お、なんだね。ここへ来て警部はこの子はもしや事件に関することで何か見るなり聞くなりしてしまったのかと思い始めた。何かを知っていて幼いなりに、それは警察に話さなければいけないことなのだと考えたのではないか。ちなみは少し悲しげな顔つきになり、うつむきながら言った。おじいちゃまが、救急車に乗って行っちゃったでしょ？ああ、病院にね。今お医者さんが治してくれているよ。うん、知ってる。でも、春巡するように少しだけ覗いた指先がセーターの袖口をぎゅっとつかむ。でも、お母さんが殴った人はちゃんと、警察の人と一緒に行かなきゃいけないって。ああそれはね。じゃあやっぱりチナ行かなきゃいけないのね。なんだって？だってチナがおじいちゃまを殴ったんだもの。さすがのジンの警部も目を丸くして絶句してしまった。隣で若い刑事もあんぐりと口を開けて呆然としている。ちなみはそんな警部ら二人の顔を交互に見つめるとペコリと頭を下げた。ごめんなさい。あ、いや待ってくれ、ちなみちゃん。ようやく警部は声を出すことに成功し、ちなみの目線に合わせ膝をついた。うん。君が殴ったというのかね。うん。申し訳なさそうに、ちなみは首を縦に振る。参ったな。自分が話題の中心になりたい子供は時として事の重大さを理解せず嘘をつくことがあるが、ちなみの様子は意味もわからず花子や栄太郎の真似をしているという風でもないように見える。だとすると、何か幼い勘違いをして、宗太郎の怪我は自分のせいだと思い込んでしまったか。そちらの方がありそうなことだし、だとすれば事件後、現場で何かを見るなりしているやもしれない。警部は慎重に尋ねた。なぜ殴ったりしたのかね。おじいちゃまが眠りたいって言ったから。眠りたい？今のお部屋に行ったのね。そしたらおじいちゃまがいたの。どうしたのって聞いたら、なんだかとても眠りたいって言ったの。状況がよくわからない。宗兵衛は普段多忙な人であるようだから、休日の昼間に眠気を訴えるということもあるかもしれぬが。それで、ちなみちゃんはどうしたのかな？ちな、眠くしてあげようと思ったのよ。お医者様に行くほど痛くするなんて思わなかったから。だから、ちなみは手に何かを持つような格好にして、つま先立つと、少し高いところのものを叩くように振った。おう。こうして眠くなーれってコツンってしたの。コツンと何でやったのかね。杖。杖？うん、そう、魔法の杖。え？と声を上げて若い刑事が手帳から顔を上げる。妖精さんの魔法の杖よ。一応、ちなみの話をきちんとメモしていたらしい。しかし、これは本当に書き残すべきなのかと不安になったようで、警部に目で訴えてきた。書いておけ、と、ま、ん？なんて読むのこれ、目顔っていうの？あ、知らない。うなずいておいて、警部はちなみに向き直る。その杖はどうしたのかな？返しちゃったわ。借りただけだもの。ということは、警察はその妖精とやらを捜索しなければならんわけだ。と、密かに思いながら、陣の警部はちなみの真剣な顔を見返す。警部自身も、二人の子供を持つ親だけに、
子供が真面目に訴えていることを頭ごなしにざれ言と一蹴するのはよろしくないやり方であると嫌というほど知っている。それをやると子供は見事に何一つ話してくれなくなるか、ざれ言と言われた部分に固執して、ひとかけらの真実であった部分のことはすっかり忘れ去ってくれるかのどちらかだ。その妖精さんはどこにいるのかな。森へ帰っちゃった。森と言いながら、ちなみは屋敷の裏手の方を指さす。しかしあいにくそちらにあるのは森ではなく、道路やら他の邸宅やらだったはずである。ちなみが指さしているのはまさか他人の家ではあるまいし、もっと遠くのこの世ではないどこかなのか。それは探しようがなさそうである。そのちなみちゃんが書斎へ行った時、おじいちゃんは何をしていたのかな。座ってた。座ってならちなみの背でも届く高さだったのか。それは椅子にかね。うんうん、床によ。だからどうしたのって聞いたの。参ったなと警部は思った。それなら手は届くだろう。しかしなぜ床に座っていたのか。低い位置にある本を取ろうと思えば身をかがめねばならぬだろうから、あの下段の図鑑でも取ろうとしていたのか。それとも、もう一つ聞いていいかね、ちなみちゃん。ちなみちゃんが書斎行った時、おじいちゃんはまだ怪我はしてなかったかな。ちなみはよくわからぬといった顔でお首をかしげた。チナがコツンってしたら横に倒れて、そしたら血が出てたみたい。そうか。もしやちなみが行った時、宗兵衛はすでに誰かに殴られ朦朧としていたのかと思ったのだが、この証言ではどちらともわからない。ならば本当にこの少女が殴ったという可能性があるのか。しかしこの小さな手で大人を混沌させるほどの力が出るものなのだろうか。ちな、すぐに行かなくちゃいけないの。お母さんたちに行ってきますしてもいい。どこやらわからぬ森をさ指さしていた指を下ろし、ちなみは警部の顔を見上げていた。ああいや、まだ行かなくていいよ。不安そうなちなみにそう答え、さてどうしたものかと思案する。いずれにしろ、まずひとまずは両親の話を聞かねばならぬだろう。さぞかし驚愕し大騒ぎになるであろうことは想像がついた。このことはまだお母さんたちには話してないんだね。うん、言えば叱られるだろうと思っているのだろうか。ちなみは少ししょげたようにうなだれる。それじゃあ一緒にお母さんたちのところへ行こうか。ついてきてくれるの。ああ、おじちゃんたちもお母さんたちと少し話さないといけないからね。さあ行こうと促すと、ちなみは素直にケーブラの後ろについてきた。おそらくちなみは何か思い違いをしているだけであろうとケーブは思っていたが、背後からケーブを呼ぶ声がして足を止めると巡査が駆け寄ってきた。病院から連絡がありまして、淀崎氏の意識が戻ったと。おおとケーブと若い刑事は短く声を上げる。しかし朗報の割には巡査の表情は優れない。ただ事件のことは一切覚えてない、いない状態だそうで。覚えていない？殴られた衝撃で前後の記憶が飛んでしまっているらしいのです。なるほど、それは仕方があるまい。命があっただけでも幸いだろうと、警部はわずかばかりの落胆を隠しうなずいた。ちなみちゃん、おじちゃんは目を覚ましたそうだよ。まずはこの子を安心させてやろうと、警部は傍らで待っていたちなみに話しかけた。本当？起きたの？ああ、もう大丈夫だろう。よかった、魔法が解けなかったらどうしようと思ってたの。魔法とは眠くなあれというやつのことだろう。ちなみは宗兵衛が倒れたのは怪我のせいではなく自分のかけた魔法のせいだと思っていたようだ。大丈夫、魔法はもう解けたよ。あとは怪我さえ治ればすぐ帰ってこられるさ。無邪気に喜ぶちなみを見て警部は本心から被害者が助かってくれたことに安堵した。何の話かわからぬ巡査はきょとんとした顔をしていたが、すぐに他にも報告すべきことがあったと思い出したようで、あのと警部の注意を引く。もう一つ、医者から凶器の形状に関しての見解が出てきています。おお、そうか、どういったものだと言っている。傷の具合からして幾分凹凸のあるものだろうとのことです。なんだと。相当険しい顔になっていたのだろう。巡査は凶されたように首をすくめた。あの何か。警部はその問いにはすぐには答えられず、眉根にさらに深くシワを刻む。その凹凸というのは本の角のような部分である可能性は。答える代わりに質問すると、巡査は緊張した口調で返答した。いえ、こう全体的にデコボコしたもので
なければああいう傷にはならんだろうという話でしたが、無意識に目がちなみの方を向いてしまう。ちなみは何の話だろうといった様子で、ケーブラと巡査を代わる代わる見ていた。ちなみちゃん、その杖だがね。杖？うん。どんな形の杖かな。長くて、てっぺんにひし形の お星様みたいなのがついてるの。それでこんな風にひらひらってした飾りがついてるの。こんな風にと言いながら、ちなみは両手の指で波打つような形を示してみせた。なんということだ。宗兵衛オーダーを自供している人物の中で傷口と一致する凶器を挙げているのはこの幼いちなみだけだとは。